じゃあ、緊急動画です。村上が5打席連続を、連続ホームランということをやってのけました。史上初ということで、素晴らしい記録を作ったと思いますけども、先だってのその、阪神戦から、3打席連続。で、今日のヤクル、中日戦、神宮で2打席連続ということで、ホームランを5打席連続。まあ、史上初。4打席連続というのは、今まで14人いたわけですけども、史上初という記録が生まれたんで、ちょっと動画にしてみたいと思います。まあ、1本目阪神戦で、渡辺という投手からレフトに、ホームランを打つわけですけども、それまでの対戦というのが渡辺に対して3打席3三振ということで非常に相性が悪かった。まあ阪神ベンチもですね、その相性を見込んで2対0という勝ちゲームの時に渡辺を村上にワンポイントとして当ててきた。それを見事スライダーでスライダーを打ち返したわけですけども、まあ過去の対戦そういったものが十分こう頭にあるというね、そういうことがあって、まあスライダーをレフトに素直に打ち返したということで、まあ1点差になったという、まあそれが1本目で、2本目はですね、2対1負けてる場面で9回ワンアウトからの場面なんですけども、まあ前の打席の渡辺のスライダーがあって、やっぱ外は浜風もかなり吹いてましたし、危険だなということで、まあ阪神ベンチはインサイドのまっすぐをこう要求をする。まあ変にこう遅いボールが外に決まってしまうとまた打たれる可能性があるということで、インサイドのまっすぐ行くだろうなと思ってたら、まあ行きました。その初球見事に、ライトスタンド、結構な浜風が吹いてたんですけども、まあ完璧だったんでしょうね。村上のパワーをもっとすれば、最前列でしたけどもホームランにしたという、まあこれはもう気迫が乗り移ったようなホームランでしたけども、素晴らしいということで同点になりました。で、延長11回、ワンアウトランナー一塁から奥村が3番に入っていて、ヤクルトベンチもバントしないんですよね。送って村上だと一塁ベースが空いてしまうので、まあ申告敬遠ということが考えられるということ。まあそういうこともあり、バントしないで強行に行くんですね。まあ奥村がヒットを打ってチャンスを広げてくれれば、まあ村上っていうことで、またチャンスも膨らむということ。それと送りバントをして一塁が空くと、村上が申告敬遠される。まあヤクルトベンチはやっぱ村上に打たしたかったんですよね。で、阪神ベンチはマウンド上に石井、まあもう延長に11回まで入ってますから、まあ湯浅も投げてる、浜地も投げてる、岩崎もいないということで、まあ石井が来るわけですけども、やっぱり簡単にはストライク取れないですよね。で、まあボールボールになったんです。ツーボール、まあ打者心理からすると、またああいうホームランバッターだとすると、まあまっすぐっていうことは安易に考えられないんですよね。だから村上の中でも、通ってくるんだったら、ストライクを投げてくるんだったら、まあ石井の中の変化球で来るっていうふうにおそらく考えてたと思うんですよね。で、阪神バッテリーもやっぱまともにはいけない、まあカーブを選択しました。そのカーブがまあ若干高めに入ったんですけども、それを引きつけて反対方向に、これもやっぱり変化球を完全に予想してた、そういった打ち方だったんですよね。それと打つ方向も、レフト方向に打った方がより確率が上がる、それはやっぱり甲子園の浜風ということがあったんで、村上も変化球だったら引きつけて流してホームランにするというような、まあそういうことで3本目のホームランが生まれた。まあそこまででもすごいなと思って、それはなぜかというと、村上一人で4打点を挙げて勝ちに導いたんですね、チームをね。で、今日の日を迎えるわけですけども、まあマウンド上には中日先発の柳、まあ球種も豊富だし、コントロールも非常にいいということで、まあ1打席目どういうバッティングをするかなと思ってたら、まあ1球目外にチェンジアップが外れる。で、2球目は外のカーブでストライク。で、3球目、もう一回カーブ行くんですね。それをものの見事に神宮の最上段に運んでったという、あーすごいなーと思いました。これで4打席連続かっていうふうに思ってたんですけども、
やっぱ何を投げても動じないというような、まあそんな感じが今村上の中にこうあるし、それをすごくこう感じます。でまあ中日バッテリーの方でやっぱ投げる球がないんでしょうね。まあ変化球変化球で、柳のカーブというのはまあ特徴もあって、縦割れのカーブで、それを続けて投げるっていうことは柳はあんまりなくて、でも甘く入ったインサイド寄りのカーブをものの見事にホームランをしたという、まあこのホームランも素晴らしいなと思いました。で4打席連続史上14人目という記録を達成したわけですね。で5打席目、まあやっぱりボールは散らしました、いろいろ。でも最終的にはチェンジアップを左中間に今度は放り込んでいくという、もうこの5打席連続打った球種コース全てが違うというようなね、まあそういう内容で、もうびっくりするっていうか、5打席連続5打数5安打ヒットを打つっていうこともすごく大変なことなんですけども、これを5打席連続ホームランにしてしまうその村上の凄さっていうのが、まあちょっと投げる球が今はないなということで、もうびっくりしてます。それとその後、6打席目どうなったかというと、レフト線のツーベースということで、まあ、チャンスを広げてオスナのタイムリーで帰ってくるというようなね、まあ本当にチームにも貢献するし、そのホームランが勝ちにつきますしね、本当何も言うことはない。あとはまあ三冠王、まあ6打席目終わった時には3割2分2厘ということで、佐野が今トップなんですけども、まあ、打率も2位に上げてきたという、まあもちろんホームランと打点というのはもうトップなんですけども、これはなんか本当に三冠王が現実味を帯びてきたという、まあそんな感じがします。バレンティンが60本のホームランを打った時に8月に18本を打ってるんですね。まあ村上のこのペースでいくと、そうですね、60本超えてしまうんじゃないかなっていうような、まあそんな感じがします。まあとにもかくにもですね、この5打席連続ホームラン、それと内容で甲子園で打った3本、まあすごかったです。まあ特にですね、岩崎、あの浜風が吹いてる、まあ左バッターはスタンドに入れるのっていうのは至難の技だっていうふうに言われてるのに、まあインタビューでも言ってました、勝負をしに行きましたと。でインサイドに来るっていうことはもう読んでましたと。だけどまあ浜風にも負けないぐらい完璧なホームランだったんですね。まあ村上の凄さというものは、まあ分かってたんですけども、改めて、凄さを感じた5本のホームランでした。それと内容が素晴らしいです。びっくりしてます。あとはみんなが期待しているであろう三冠王に向けて、頑張ってほしいなと思います。緊急動画でした。